はい、いつもどうもご視聴いただきありがとうございます。今日は何をやるかって言ったら、この私のあの便利グッズ、まあ皆さん使うかどうかわからないんですけど、このあのリベッターとなった、どう違うか、これを検証していきたいと思います。そんな感じで、このリベッターとかなった、何に使うかって言ったら、この鉄板と鉄板をこう合わすとか、プラスチックと鉄板を合わすとか、それをカチッと止めるやつに、やつ、道具、工具、道具になります。それで、これでパチッと止めることで、なんていうんですかね、出っ張りも少なく、スムーズになる。例えば、私が今使ってるところなんですけど、この、シャッターの、これ、カン抜き。これリベットで止めてます。リベットで止めたら何がいいかって言ったら、これ左右止めてるんですけど、台風とかの時にここにこう木をはわして、シャッターが飛ばないようにとか、そんな感じで、リベッターで止めてます。それで私オーバーフェンダーつけたりするので、オーバーフェンダーをそのままリベットでバチッと止めたり、このナッターで、バチッと止めてオーバーフェンダーつけたりしてます。そんな感じで、このリベッターとナッター、ハンドナッターの違いっていうのは何かって言ったら、このリベットっていうのはそのまま、さっきシャッターで見てもらったように、もう鉄と鉄がもうバチッとつきます。プラスチック同士もバチッとつきます。こちらはハンドナッターは何かって言ったら、まず こちらでこの台の方にこれでバチッと止めます。そうすることで、こちらに何ていうんですかね、ナットが貼り付いたようになります。だからボルトで、何回も外したり取ったり、できるっていう優れもんです。で、そんなもんで、このナッターとリベット、今日はこれをテストしていきたいと思います。それで、今回、買ったのがこれ。これ何するかって言ったら、まず穴を開けてこのリベットとかを打ち込むんですけど、穴を開けるときに電動ドリルでこう先がこうズル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 なると思うんですけど、これで一回こうカチッと押さえたら、このような跡が入ります。なので電動ドリルの刃がずれなくなるので、すごい、優れもんです。こんな感じで、これで何箇所かこう、穴を開けてて、それで、それでこの跡を開けたところを、ドリルで穴を開けて、それでこのリベッターとナッター使っていきたいと思います。これちょっと DIY とかカスタムする人はすごい便利なグッズで、そういうことしない人は全く用事のない道具なんです。ほなから気になる人は見てください。もう気にならない人はスルーしてください。こんな感じで、溶接機は持ってないけど、鉄を止めたいとか、鉄とプラスチックを止めたいとか、そんなんにも最適なので、ご紹介していきたいと思います。では動画の方ご覧ください。はい、電動ドリルで穴開けていきたいと思います。リベットなんですけど、太さがいろいろあります。太さが、だからこのリベットに合わせた穴の大きさを開けてやってください。こんな感じです。それで、このように開きましたので、今からリベット打っていきたいと思います。はい、あんまり当てるので上着1枚で見ました。それで、さっき穴開けたこの鉄、これをリベッターで止めていきたいと思います。それでこれかなりの圧がかかるので、これ薄い、鉄とか、例えばプラスチックに打つときは、本当はワッシャみたいなの硬いやつをおすすめします。そうしなければきちっとはまらないときがあります。
そんな感じで、今からこのリベットを打っていきたいと思います。よいしょ。それで、こっちの鉄板とこっちの鉄板は合わします。合わせてこんな感じ、こんな感じです。でこれで、今からリベットを、打っていきたいと思います。ちょっと私手がちっちゃいのでね、なかなかこの片手で持って片手で作業するっていうのはちょっとやりにくいんですけど、こんな感じで分かりますかね。こうだん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 潰れていってるの分かりますかね。こうこれ最後でこうパチーンって言うんですよ。よし、これでよし、こうやってでパチっていって、かっちり止まる。こんな感じです。これがリベットです。もうがっちり止まってるので開けてもこう取れない感じ。これがリベットです。だからリベット、もしこれやり損じた場合はここドリルで穴開けてやったら取れます。こんな感じで、これがリベットです。次ナッターの方行きたいと思います。はい、次にナッターを行きたいと思います。まずこれもサイズがあります。だから M4mm のナットを作っていきたいと思います。これがナッターの道具になります。でサイズによってこの先っぽを変えます。でこれを入れてやって、そして、さっき穴開けた鉄板に入れます。よいしょ。ちょっと穴がちっちゃいか、じゃあ入るか。はい、入りました。それで、これで、ゆっくりぐいーっと力を右と左同じぐらいにかけていったら、これ潰れていってるの分かりますか。これこれ潰れたことによって、よいしょ、よいしょ。これを外してやったら、鉄にナットがひっついた状態になります。それで、これでネジがねじ込めるようになります。それで、ここに、ネジが入れれるように、ここに、ネジが入れれるようになります。だから、こっち側でやれば、例えばこれ切ります。こっちの鉄板とこっちの鉄板をひっつけたときに溶接しなくても、ボルトナットで止まるっていう。よいしょ。これも普通にボルトナットなんで、ずっと締めていただいて、はい。そしたらこれがひっつく。これがナッターです。でナッターもここ先が変えれます。先が変えて4ミリとか3ミリとか5ミリのネジ用っていうのがありますので、これで先を変えていってください。ほんでこれ一気にガチっていってしまったら、今度逆にここが折れる可能性が強いです、このナッターを。だからゆっくりこう何回かに分けて、それで相手がこれ鉄だったらいいんですけど、プラスチックとかするときはワッシャーを入れてやって、でこのナッターで挟み込むっていうような形にしたら、ちゃんとこのナットがつくようになります。だからナッターの方は取り外しが自由。はい、こんな感じで、取り外しが自由。それでさっきのリベットの方はもう打ち込み式なんで、もう一回カチッとしたら止まる。もう外すことのないところはこのリベットでパチッといった方が簡単で早いかと思います。よいしょ。はい、すいません、カメラが歪んでました。はい、こんな感じで今日はナッターと、こっちがナッターで、こっち側がリベット、ナッターとリベットで、鉄をこう止めるっていうのをやってみました。でこれリベットでやった方はもう一回パチンって、外れるまでウィッと握ってやったらもうカッチリ止まります。それで、ナッターの方はこんな感じで、ナットが溶接で言ったらこの鉄に溶接されたような状態
だからこれ別に鉄でなかっても大丈夫です、プラスチックでも大丈夫です。でプラスチックでもあんまり柔らかいやつがやつであれば、あの後ろ側にちょっと、鉄とか、和紙とか透けてやったらこれでカチッと止まりますんで、そしたらこれが、ナットの役目します。ナットの役目するので、後ろにこうネジでねじ込んで、何でもこう一緒に止めれるようになります。これがナッターです。だから今日は、ナッターの使い方とそれとリベットの使い方やってみました。いかがでしたでしょうか。こんな感じでちょっと僕の説明が悪いかどうかわからんなんですけど、こんな感じで あとこれドリルで穴開ける前にこれ、パチンってこうパチン、そしたらこの印が入るっていう、これすごい便利です。これ本当にAmazon で500円ぐらいで買ったんですけど、すごい良かったです。でこのナッターとかこのリベットターも安いやつであれば1000円とかであると思います。このナッターも僕はアストロツールさんで買ったんですけど、これほんなに高くなかったです。はい、こんな感じで、まあナッターとリベットとまあいろいろこうねありますので、使ってやったらまた鉄と鉄この溶接でなしに、溶接でなかったらまた錆びにくいので、こんな感じで、つけれますので、これを私の便利グッズ、オーバーフェンダー取り付けとか、本当に先にも言ったけど、この部分をこういうよいしょ、こういう部分、これリベットで留めてます。ただもうドリルで穴開けて、ほんでリベットでパチン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 、もうすんごい硬いです。それで台風の時にここから向こうにめがけて、木を渡すとか、そんな感じで、リベット重宝に使ってます。あと車のレストアっていうか、DIY するときにも使ってます。まあ主にオーバーフェンダーとか、内間の処理。ほんでオーバーフェンダー、コペンに関してはこのナッタ、リアで2箇所ぐらいかな、ナッタ売ってます。これ外からグイーッとできるので、あともう穴さえ開けてやったら外からグイーッとやって、それでオーバーフェンダーつけてナットで止めれるようになるので、裏側にこう何て言うんですか、手が入らなかったら当然ボルトナット止められないと思うんですけど、そんなところにこのナッターを打ち込んでやったらもうナットの方はカチッと止まってるので、あともうボルトを入れてやれば、だけなんで、コペンでは、2箇所ぐらい、ナッター使ってます。あとはもうコペンの場合はこのボルトとナットで締めてるんですけど、どうしてもナットの方に手が届かないところ、このナッターを使ってます。こんな感じで、そしたらいつでもオーバーフェンダーも取り外しが自由になるので、まあこんな感じで、つけてます。というわけで、いかがでしたでしょうか。今日の動画、リベッターとナッターを紹介させていただきました。こんな感じで、これはもうあくまでも私が使い便利がいいという工具の今日紹介であって、でまあまずなかなか鉄と鉄とかこういうのをこうひっつけることはないと思います。それでもし溶接機がなかって何かと何かを合わせたいときは、まあこういうリベッターとかナッターがあるっていうのを頭の片隅にでも置いといていただければ幸いでございます。というわけで、今日も最後までご視聴の本当にありがとうございます。またこのような動画ですけど、頑張って1日1本アップしますので、おっちゃんのガレージライフまた覗いてやってください。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。